受胎告知は、イタリアのルネサンス期の巨匠フィリッポ・リッピによる版上のテンペラ画で1449から1459年頃に制作された。ロンドンのナショナルギャラリーのコレクションにある。同じくナショナルギャラリーにあるリッピの7人の聖人たちの大作品である。これらのルネットは、フィレンツェのメディチグルの装飾の一部として移植され、 ドアやベッドの上に置かれた可能性がある。リッピが遺体の作者であることについては一般的な合意があるが、その年代はそれほど確実ではない。1449年にロレンツォ・デ・メディチが誕生してから1459年に宮殿の家具設置が終了するまでの間に制作された2作の絵画の注文主がメディチ家に属していたことはピエロディ。 コジモデ・メディチの紋章が絵画を二分割している。花瓶のある小さな柱の基部にあることで証拠立てられる。この絵画は大天使ガブリエルと聖母マリアのいる聖母マリアの自体告知を描いている。ルネットの上部に手が見える紙は精霊を象徴する鳩を通して聖母マリアを祝福している。二作のルネットは1855年にチャールズ・イーストレーク教によって メッツが兄弟から購入され、1861年に、ナショナルギャラリーに寄贈された。フラフィリッポリッピ、ザ・アナンシエーション NG666、ザ・ナショナルギャラリー、ロンドン。ザ・ナショナルギャラリー、ザ・ナショナルギャラリー、2015年5月31日、閲覧。ウィルソン、マイケル、ザ・ナショナルギャラリー、ロンドン、ロンドン、オルビス・パブリッシング・リミテッド。 p30 ISBN 085613314霊 HTTPS アーカイブ ORG Details ナショナルゴレラルレイレイウィルズページ30フラフィリッポリッピザ・アナンシエーション NG666 ザ・ナショナルギャラリーロンドンザ・ナショナルギャラリーザ・ナショナルギャラリー2015年5月31日閲覧カプリティ パラッツォメディチアナンシエーションバイフィリッポリッピメディエートカディパラッツォメディチレカルディ、メディエートカディパラッツォメディチレカルディ、プロビンシアディフィレンツェ2015年5月31日閲覧ありがとうございます